こんにちは。今日の講義は書籍、常識破りのアイデアおやつ、材料4つまでと100レシピについてです。この書籍は、まさに目から鱗のアイデアが詰まった簡単おやつの宝庫です。SNS フォロワー数200万人超という圧倒的な人気を誇るスイーツクリエイター、SYUNCOOKING の初著書として、100のレシピが収録されています。驚くべきは、材料4つまでで作れるという制約の中で、どれほど多彩なスイーツが生み出されているかという点です。冷やすだけ、電子レンジで、フライパンで、トースターで、オーブンで、様々な調理方法別にレシピが紹介されており、そのバリエーションの豊富さに驚かされます。例えば、材料2つでできる濃厚バニラアイス、たったの卵とグラニュー糖だけで、滑らかな口当たりのアイスが作れるのです。これほどシンプルながら、美味しさを追求する姿勢には感服します。さらに、電子レンジを使って作るオレオケーキや、マグカップで作るトロトロプリンなど、家庭にある道具や素材を駆使して、お店で食べるような本格的な味わいを楽しめるレシピが満載です。また、フライパンを使って作るショートケーキなど、ちょっとしたコツで本格的な味わいを楽しめるテクニックも紹介されています。このようなアイデアには、料理の楽しさや可能性を感じずにはいられません。何よりも素晴らしいのは、この書籍のコンセプトにある通り、使う材料は100均で揃えられるものばかりであり、余計な工程を省いて手軽に作れる点です。これは忙しい現代人にとっては非常にありがたいことであり、急な来客時や自分へのご褒美にも最適なレシピ集といえます。最後に、SNS で大バズりした濃厚レアチーズケーキから各種ホールケーキ、焼き菓子、和菓子、ドリンクまで、スイーツ好きならば見逃せない100の品々が一挙に紹介されています。これほど幅広いジャンルのスイーツを一つの書籍にまとめたことは、本当に素晴らしいことだと感じます。結論として、常識破りのアイデアおやつは、驚きと感動に満ちたレシピ集であり、スイーツ好きならば必読の書と言えるでしょう。素晴らしいアイデアと美味しさが詰まったこの書籍を手に取り、自分の料理のレパートリーを広げてみてはいかがでしょうか。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康的な体と心を持つことが、豊かな生活を送るための基盤となるからです。知識や経験を積むことも重要ですが、それだけでは満足な生活を送ることはできません。健康で美しい体を保つことが、日々の活動において必要不可欠です。そこで、ライザップが提供する、結果にコミットプライベートジムと、ライザップウーマンが注目されます。これらのプログラムは、単なるダイエットだけでなく、健康管理や美容に特化したサービスです。ライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、個々のクライアントに合わせたプログラムを提供します。食生活やメンタルのケアも含めてトータルにサポートし、リバウンドしにくい健康的な体づくりをサポートします。さらに、30日間の無条件全額返金保証がついており、安心してトレーニングを始めることができます。一方、ライザップウーマンは、女性専用のプログラムを提供しており、洗練されたプロポーションを手に入れるためのトレーニングが特徴です。ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングや食事管理、美容マシンを用いたトレーニングを行い、女性の美しさと健康をサポートします。様々な目標やニーズに対応し、効果的なプログラムを提供します。これらの特徴を踏まえると、ライザップのプログラムは単なるダイエットだけでなく、健康管理や美容に特化したニーズに応えるものであることが理解できます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。